皆さんこんにちは、ジョコンです。ということで今回もイフトボール2023、来週の月曜日に登場するリーグガチャ、プレミアリーグ紹介していきます。セリア、ラリーガときてプレミアリーグ順当に来ましたよね。そして人気のプレミアリーグ、結構いい選手が集まった感はあるんで、無制限ガチャだと思いますし、コインがあるという方はぜひ勝負していただきたい。初 FP も結構多くて、ポデンセとかニョンとカマラ、サンチェス、下の段は初かな。直近で言うとロメロだけかな。他の選手割と直近で来ていない選手、カイルウォーカー、ホワイト2回目、結構登場回数の少ない選手を入れてきたので、その辺は熱い部分かなっていうところです。各サポーター必見のガチャになっています。もちろん今回もレベル上限リークされてないんで、そちら予想込みの紹介になるので、月曜日に実際のを確認していただいて、どれぐらい強くなるのかチェックしていただきたいですね。ということで早速やっていきましょう。さあまずはカイルウォーカーです。28上限で出してみました。ディフェンスセンスがトップ強化、まあシンプルに久々の登場になります。183cm と右サイドバックとしては身長もあるので、上背不安も少ない選手ですね。さらにマンマーク、インターセプト、守備系スキルは結構揃えているんで、追加しなくてもいいという、この辺も安心感高いです。スピードスタミナに関しては90超えてくるので、安心感非常に高いですし、フィジカルなんかも80ぐらいの数値は簡単に作ることができます。足元パス上げてしまいましたが、攻撃参加そんなに重視しないのであれば、ディフェンスに振って80以上の数値をたくさん作る方がもしかしたらいいかもしれません。唯一の懸念は波普通ですね。今後の C 環境、波普通っていうのが不安要素にはなりそう。カイルウォーカー2回目なんですけど、ダービーガチャで1月ぐらいの登場ぶりです。まあ上限同じなのであればトップ強化さぐらいですかね。今回バグ強化枠になれば乗り換えるくらいでいいのかなって感じします。さあ続いてマグワイア、フィジカルトップ強化、身長194センチと、サイズ感は言うまでもなく、フィジカル94、空中戦に長けたセンターバックで、ディフェンス系スキルもマンマーク、インターセプト、ブロッカー、守備能力も90前後にはまとめられますし、能力悪くはないんですが、圧倒的にスピード瞬発が結構厳しいので、ロングカウンターとか割とライン低めの戦術を使っていればチャンスありますが、ショートカウンターとか結構厳しそうで、あとはコンディションの波がね、全てをぶち壊します。ベンチメンバー増加が入ればディフェンス枠を何枚か割いてもいいんですけど、過去のマグワイア今回で4回目、1番2番は TS90 統一ではないので、まあ、基本乗り換えでいいかなと思うんですけど、アップデートの関係でベース能力がイングランドパックからは落ちてるので、まあ、そちらからは介護感となりそうです。さあ続いてもセンターバックロメロですね。ボール出しトップ強化、まあ安定の能力はしっかりと作ることができます。ブロッカーこそないんですけど、スキル追加ができるタイプなので、その辺の不安は全然ないですよね。ハードプレスでガツガツボール取りに行ってくれますし、身長がちょっと低めなのでサイズ感が気になるところではありますが、十分戦っていけます。なおかつスピード瞬発も70台突破してますし、スタミナも81、言うことないでしょう。守備能力は本当圧巻の数値、こちらも波普通なので今後が不安なんですけど、センターバックいい選手持ってないっていう方は全然スカッと入れていいのかなって思うレベルにはあります。今回のロメロ7回目の登場なんですけど、このガチャで最多登場回数です。1枚目に関しては上限まあ大体同じぐらいに合わせたので、まあ、そんなに違いはないですね。ほぼトップ強化さみたいなところになります。そして2枚目で言うと、まあ、週刊 FP とのバトルになるので、まあ、自分好みに育成できる点はやっぱり今回の方が強みあるかなって感じします。続いてポデンセいきましょう。164cm、 小柄なウィングストライカーになります。ドリブルとかしやすそうですね。しかも能力、足元系など90統一にできてますし、ボディコンが91、この辺のドリブルのしやすさ非常に高いし、ダブルタッチなんかも持ってます。なおかつスピード瞬発も86、80後半には持ってきてますし、パス能力、決定力、まあ、最低限の数値は持ってるかなっていう感じ。スタミナは割とあります。逆足の高さ、あとはワンシューワンパの、ワンタッチ系両方持ち、この辺はいいんですけど、まあ、スキル追加もうちょっと絶対的なスキルが欲しいかな。スルーパス、ピンポイントクロス、あとはシュート系、コンカなどを持っておいてほしい。小柄なのでどれぐらいキビキビ動けるのか、その辺は注目集まりそう。さあ打って変わって身長高くなります。189cm、 ボックスストライカー、今週 B ですね。決定力トップ強化、ミトロビッチになります。ヘッダー、エアバトもしっかりと持ってますし、空中戦の能力、フィジカル86、体の強さもありますし、空中戦に長けたボックスストライカーですね。得点力も割とあって85はしっかりと超えてきてますし、キック力などもあります。スピード瞬発も最低限の、まあ、70以上にはできているんで悪くないでしょう。豊富なシュート系も言うことなし、まあ、ミドルシュートとかその辺があるとまたいいかもしれませんし、ボックスストライカーで中央でワンパとか持ってると当てやすいかなっていう感じもします。ワールドカップのタイミングでね、登場しているようです。上限同じで25ぐらいであればちょっとだけ強いっていうことになりそうです。乗り換えましょう。
さあ続いてニョンとですね、170cm2 列目からの飛び出し、小柄な選手なので扱いやすそう、ドリブルトップ強化です。そのドリブルとスピード瞬発、ボディコンの数値がしっかりと90を超えてくる、かなりドリブルしやすそうな数値を持ってますよね。ここに特殊ダブルタッチ、ダブルタッチ、やらしく足裏コントロールしっかりついてて、根幹だとも持ってます。そしてここからスーパーサブ効果乗るので、いや、面白い存在にはなれそうですよね。ただ、スキル面で考えると、もう一歩スキル追加したいのかなっていう感じ。まあ、中央で使うならワンシューとか、サイドで使うならアウトスピン、スルーパスとか、その辺持っておいてもいいかなと思う選手と。まあ、あとは、ドリブルのしやすさはいいんですけど、パスだったり、決定力だったり、もうちょっと正直欲しいですよね。ちょっと荒削りな部分はあります。まあ、あとは逆足ですかね。波も普通なんですけど、まあ、19歳ならしょうがないとして、逆足せめて普通ぐらい欲しかったですかね。さあ続いてギブスホワイト再びの登場です。オフェンスセンスがトップ強化、波小さいの選手なんでこの辺の不安はないですよね。逆足は見なかったことにします。あとは適正が CF から CMF まで中央ライン A4 つできるんで、まあ、起用ポジションには困ることはないです。まあ、80前後のね能力はしっかりと作ることはできるんですけど、まあ、圧倒的数値っていうのはやっぱり週間 FP と比べると厳しいものがあるかなっていう感じはします。結構前線の選手なんですけど、インターセプトまで持っちゃってます。その辺も活かせればちょっとうざい存在にはなれそう。まあ、最低限スルーパスは追加してもいいのかなって思う選手です。絶望的な週間 FP との比較です。マイナス11とかね、もう手のつけようがないです、週間圧勝。さあ続いてギマランイス28で出しましたフライパストップ強化、ブラジルパック以来の登場でしょうか。今回は8899の育成にして守備面をある程度上げてあげる形にしました。ただ守備系スキルは持ってないんで、まあ、せめてインターセプトブロッカーとかその辺は追加したいのと、あと闘争心であったりワンパもないので、スキル追加っていうのは非常に大事になってきそう。パス全然振ってないんですけど、84の数字 DMF で84であればかなり高確点かなと思って振りませんでした。ドリブルはある程度振ったんですが、そんなにいらないよ、守備面上げたいよっていう方、またはフィジカルもうちょっと上げたいよっていう方はドリブルいらないかもしれないですね。数少ない波小さいの選手でもありますし、今週も A みたいです。早速使います。過去版は CMF 登録だったので、今回上限が少し変わる予想をしてみました。ディフェンスに多めに振ったのでディフェンス面は高くなるんですけど、ブラジルパックと比べるとちょい強ぐらいにはなるんじゃないかなというところです。まあ、週間 FP いればそちらでもいいんですけど、スキル追加できなかった分、まあ、乗り換えてもいいのかなって気もします。さあここから初 FP が3名続いていきます。まずは守備的サイドバックミッチェル選手、今週いい、タイミングが悪い、27上限で出しました。ディフェンスセンスがトップ強化、しっかりと守備的サイドバックなのでディフェンス面もがっつりと上げてあげましょう。スタミナスピードしっかりと90の数値なんかもできて、スピード感も悪くないですよね。まあ、サイズも180は超えないんですけど、まあ、ほぼ180ぐらいあるんで結構不安は少ないかな。波は普通ですけど、波普通よりもスキルの少なさが非常に目立つので気になりますね。結構追加しないといけない、守備的って考えるとマンマークインターセプトブロッカーとかその辺が必須級になるかなと思うので、スキル追加できるかがポイントになりそうです。さあ続いてカマラ、アンカー持ち久々に来ました。ウィーデ時代あんだけ強かったカマラどうでしょう。アグレッシブネスがトップ強化、ただ今週はディー、まあアンカーとして、まあ、守備能力エアバトはしっかりと上げたかったので、まあ、これぐらいにしたんですけど、ややディフェンスセンスが低いようですね。波は小さいなので不安少ないですし、ワンパも打ってて、まあ、マークインターセプトその辺は揃ってます。ブロッカーがないので追加してもいいかもしれません。あとは DMF アンカー発動なんですけど、一応センターバックもこなせるんで両方の兼任役として、かなり優秀かなというところですね。ただフィジカル面もちょっと欲しかったりもします。中盤の選手としては足元パス悪くないので、その辺あんまり振らなくてもいいのかなと思いました。そしてラストはゴールキーパーロベルト・サンチェス、ブライトンの守護神ですね。今回20で出しました。 GK 戦ストップ強化、197cmの攻撃的 GK で低弾道もしっかりと揃ってます。まあゴールキーパー能力としてはガチスカ級って感じではないですけど、まあそこそこには強いので、キーパーいないとか、そういう方はいいかもしれません。波は普通ですが、逆足の高さ素晴らしいですね。さすがの高さです。まあほぼキーパーには関係ないですけど、まあサイズもあるので期待できるゴールキーパーかなといった印象です。ということで、少ない登場回数の選手がほとんど、マグワイア、ロメロ、ギマランエス以外は本当に2回以下なので、11分の8が2回以下、非常に貴重なFP となりそうです。プレミアリーグとか結構見てる方は引いてもいいのかなって思います。まあガチスカ級ってなると、まあ、ロメルとかカイルウォーカーくらいかなとは思いましたが、同時にクラブセレクションも登場するので、ぜひそっちもチェックしてみてください。こちらのチャンネル、いいフットボール情報を随時紹介してます。チャンネル登録してない方、ぜひチャンネル登録お願いします。ということで今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。